前回ですね、はい、ドライバーで打った時のボールの選び方というのを説明していただいたんですけども、はい、視聴者の方々からは、はい、アプローチとパターでボールを選ぶ、はい、まあ、打感とかで選ぶという方が多くてですね、はい、まずアプローチの方から、はい、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、はい、そうですね、アプローチの種類、うん、まあ、得意なスピンで止める、うん、基本的に、まあ、転がしたいとか、はい、そういう、まあ、アプローチのやり方にもよるんですけども、うん、力のない人がこうスピンをかけろって言われても多分スピンはかかりません。そうですね、かからないので、どうすればボールは止まりやすいかというと、うんうん、高さで止める、はい、高さで止めるっていうことができます、はい、ですから逆に力のない方ですと、まあ、これもさっきドライバーと直結してるんですが、うん、はい、こういうゼクシオのボールでアプローチすると、こういう球の高さで止まってコロコロコロっていくという形になります。で逆にですね、こちらの Z スターになってくると、これやはりスピンで止める、スピンで止めて、その押さえて低く出してスピンが止まるという傾向がね、ヘッドスピードが速い人であればスピンの調整は効くんですけど、要はちょっとランで転がしたいとかチョイスでやると、まあ、あとプラスアルファスピンもかけたいという形で XV とかでも対応できます、はい、そうですね、でどちらも言えるのは打感が柔らかいです、はいはい、でやはりその分だけその力のある方向けに対して、うん、そうスピン性能が調整できますよというボールがこちらです。やっぱ力のない方とかこういうなってくるとスリクソン X、ディスタンス系で単純にアプローチをするという形でやると、うん、こういう球を上げて、はい、上げてロフト通りに上げてアプローチするんであれば、うんうん、こういう逆にディスタンス系のボールの方が直進性は出ますので、アプローチはやりやすい、うんうん、あと打感はまあこれは打ってもらってっていう形になってくるんですよね。そうですよね、はい、ですからもう本当、まあ、アプローチが苦手の方であれば比較的にディスタンス系の方が、はい、ミスショットにはなりにくいボールになってまいりますよね。はい、でも力ない方はそのロフト通りに、はい、そのロフト通りに上がるボールを使って打ってっていう風に考えてもらった方がいいなってことですね。はい、それではアプローチ、ディスタンス系とスピン系で一回打ち分けてみたいと思います。はい、まずゼクシオのスーパーソフト X から打ってみます。軽い感じがする気がしますね。横縄ですかね、さっきと一緒。スピンがかかるっていうのは、要は簡単に言うとこういうことなんですよ。ここに噛んでこうやってスピンかかる、逆回転していくんですよね、はい、でもこのゼクシオっていうのはボールが弾きやすいんで、これ乗ったままポンといくんですよ。あ、でスリクソンだと要はカバーの問題、ウレタンカバーというのがあって、はい、ここの溝に引っかかって乗っていく時間が長い。そうするとこう入りますよね、はい、くっつくわけでここでバックスピンかかるわけですよ。だから低く出るんですよ。ですからさっきアプローチの技術的な話になると、うん、こういってこういくわけですから、はい、こういう上からしっかりスピンかかる人は、うん、低く出てスピンかかりやすいのはこのスリクソンの方がいい、うん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 、こっちはゼクシオのディスタンス系になるこうやったとしてもポンポンと上にいっちゃう、打ち出し角は上がって高さで止まるボールというのはこの違いですかねっていう。なるほどですね、はい、私はやっぱりこのどっちかというとスリクソンの方が打った感じが 重いというか、こうくっつく、はいはい、そうですね、クラブにこうくっつく感じがするので、まあ、コントロールしやすいなとは。打った感と、そう、打った感とコントロールはしやすい、うん、しやすいなと思いますね、はい、で特に青木さんの場合はこうスピンをかけてアプローチするっていう
形が多いんで、結構比較的にはこのスリクソンの方の、はい、Z スターシリーズの方が合いやすいっていうのはありますね。はい、そうですね、はい、低めに出したいなと思って、はいはいはい、いつも打ってるので、はい、上に上げるよりかは低く出したいですね。そうですね、一般的にはこういうゼクシオとかこういうディスタンス系の、はい、柔らかく飛ぶ球は、はい、初心者の方がこう振り幅で打って、はい、その距離で乗せる。そうですね、うん、はい、スピン系の方は、上級者の方がコントロールしやすいよ、はい、コントロールしながら低く出したりとか、そうだね、スピンかけて打つとかっていう風にするっていうのが一般的な。そうですね、はい、では次パターやってみましょう。 XV スリクソン XV でちょっと打っていただいて、おお、で、まあこっち逆に Z スタースピンのスピン系の柔らかいボールですね。はい、はい、おお、こちらの方が硬かったですね。硬かったです、はい。で XV になってくると打感がコツっていう感覚があるんですよ、うん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 、その分だけ距離感は出しやすいんですよ。音で今回松山プロでも音に敏感に反応してるんで、うん、あの体感的な話で勝つかコツかみたいな、うん、そうですね、あの形でそのボールの距離感、パターの距離感っていうのは音が一番出てくるんで、それで選んであげるっていうのが一つあります。ゼクシオのディスタンス系のボールですね。わかりました。やばい、もう飛んでっちゃう。ここが違うんです。要はスピン系のボールを使われた方がいきなり距離ボールであのスコア崩す場合がある原因っていうのはここなんです、うん、うわーすごい、いきなりどっか行っちゃった。でこっちのスリクソン X です。もう、まあでもこっちの方がまだコツって感じで、はい、そうです、打ちやすかった。で要はその何が違うかって、はい、何も考えずに合ったボールを打ってあげると、はい、それだけパターだけでこれだけの距離感のズレが生じるんです。ですからその柔らかいのは柔らかいでいいんですけど、その距離感っていうのはその耳に伝わる部分があるので、はい、でいきなりこれをスピン系のボールを使われてた時に、はい、いきなりディスタンス系のボールをパターでやっちゃった場合、朝パター良かったらなんで入んないのっていうのはこういうボールの違いがあるんです。これがあのボールの違いで出てくるパターの違いです。ですから逆にあれだけこういうボールがあの柔らかいボールがすごい勢いよく飛んできます。そうですね、これ一番分かりやすいのは飛びやすいボールってことはボールが曲がりにくいわけですよ。パターで距離感さえ合えばパターでの直進性は高いんですよ。そっか、なるほど、離れるからってことですね、速く、はい、ですからその分だけ、はい、このゼクシオっていうボールは、まあ、本当に優しい、レベル的に本当に優しいボールにはなってますよね。ですから逆にこっちのスピン系のボールですと、はい、XV とか、うんうんうん、このスターになってくるとやっぱ速いグリーンとか、うんうん、そういうのでその距離感を自分の耳とか手で体感して距離感出す人だと、はい、やはりこっちのスピン系の方がやっぱレベルに応じてっていう形になってくると、うん、やはりこういうボールもあってあるわけですね、はい、でその中間でやっぱちょっと打感も楽しみたいって飛距離も出したいってなるとこのスリクソン X っていうタイプのボールなんかはやはりパターのヘッドにもよりけりなんで、そこはですね、皆様、お客様の使ってるパターとかの種類によって変わってきます、はい、あの樹脂系とか、はい、削り出しとか、はい、まあ今ですともう昔はないんですけど銅とかあったんですけど、そのヘッドによって音って変わってくるんでね、そこはまあやってみて、まあ、よくあの、ね、ショップさんとかですか練習マットとかありますんで、そこで体感してもらえると、はい、分かりやすいのと、はい、あとはまあ我々のソムリエとかに聞いていただけると、はい、そうですね、まあ、クラブにも精通してますので、はい、あの対応させていただいてます、はいはい、これまでドライバー、それからアプローチ、パターと、はいはい、それぞれ説明していただいたんですけども、はい、すごい分かりやすかったです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、で私はやっぱりこう打感とこう打った感じ、吸い付く感じと、はい、まあ、スピンかけたりとか、そうですね、やっぱしたい
のと、まあ、パターも、まあ、音となんか重さを感じて打ちたいなっていうのが、はい、まあ、今打ち比べて思ったんですけど、はい、ちょっとおすすめ、今日やってみておすすめって何かありますか？はい、そうですね、青木さんですと、はい、基本的にアプローチでスピンをかけたい、でも飛距離も欲しい、うん、でそれで一番自分が私が気になったところっていうのは、音パターでも音を結構比較的に気にしてたこと、うんうんうん、で先ほどの使ってるパターをお聞きしてたんで、そうなってくるとスリクソンの XV、はい、XV 直進性ありまして飛距離重視ですけど、うん、スピンもかかるというこのスリクソン XV というボールですね、こちらですね、はい、こちらをご推奨させていただきますね。箱はこれで す、ね、スリクソン XV、 箱絵というのは松山君と一緒ということでね。わあ嬉しい、はい、ちょっとこれからは私のボールへ買うときにちょっと気をつけてですね。そうですね、 XV を、はい、XV をあとはパターの時もちゃんとしっかり同じボールをやるとスコアが伸びてきますので、はい、もっとね極めてねやっていきたいと思います。はい、はいはい、でまあその流れでやっていただけるとよろしいかと思いますので、はい、はいはい、皆さんもですね今日の動画を参考して、ボール選びしてみてください。ありがとうございました。皆さんご視聴いただきありがとうございます。ボールの選び方どうでしたか？今回ですね、このスリクソン Z スターのリンゴルフマーク入り、こちらを20名様にプレゼントしたいと思います。応募の方法は、概要欄、こちらとですね概要欄コメントに書いてありますので、ぜひ応募してください。いいですか？すいません、応募お待ちしてます